ああ、過酷。うん。私がその大好きな浜崎まおちゃんと初めてのレズ現場した時に、あの、まさ監督っていうドキュメンタリーでも結構こう、内容が濃い作品を撮る監督がいるんですけど、その時が、うん結構なんか勉強にもなったし、 なんかその監督が結構こう最初に撮る前にあの浜崎ちゃんはもう本当にすごい子だから自分のことをこうアピールしないとあの飲み込まれちゃうよって言われたんですけどもうまんまと最初の絡みがもうそのまんまになっちゃったんでそれが悔しいって言ってでもどうやって直すかわかんないから って言って、その監督と泣きながら、1時間ぐらいこう、ミーティングして、で、次のシーンで、ね、私のもう大好きな気持ちを最初に伝えて、こういうプレイが好きで、みたいなのを言って、もうその後も、まおちゃんと私で2人で泣きながらレズをするっていう作品が一番こう、肉体的っていうよりもなんか精神的に過酷な現場でした。 ああ、なんかこの間初めて V シネマのお仕事をさせてもらったのであのピンク映画に出てみたいのとあと海外で結構仕事が増えてきてるので海外でお仕事したいです。